それでは体験者第1号となった三浦くんをお招きして、その上達ぶりをちょっと検証してみましょう。お、ゴルファーの三浦くん登場ですね。いやでもそうですね、実際多分、この動画を見ている方も、はるさんの理論はもう多分分かっていただいたし、こういうトレーニングをすればいいんだなっていうのが分かったと思うんですけど、じゃあどれほどの効果が実際出ていて、それが数字に置き換えた時に、どういう成果が出てるのっていうのが、この説明を見ていただければ分かると思うので、で多分一度指導をしてもらって、力の作用点の調整ですかね、右足を引いてみなっていうので、調整をした時に、これ今スローで出てますけど、ナイスショットですね。はい、さらに僕の癖のこのグリップの部分っていうのをここは指導を受けてますね。ちなみにこれがハルさんの指導を受けて、左側が多分特に何も指導を受けてない時の状態で、右側が構えが明らかに変わってるんですけど、あのね、この2つを比べた場合、一般の方が見たら、左側の方、つまり最初から立ってる打ち方ね、これ三浦君なんでこうやって立ってるんですか？左側の方ですか？巷でいうゴルフのなんていうんですかね、スイングって言ったら大体こういうもんかなっていう、もうそういう理解で、そうですよね、こういうもんだっていう認識で、雑誌を見たり本を読んだりしてこの立ち方をするということを決められる、ところが左側の立ち方をした場合、三浦君はナイスショットができなかった。そうですね、打っててできなかったですね。ところがなんか僕に言われて、こういう立ち方をした場合、ボールはどういうふうになりました？まっすぐ捉えて飛んでいきました。まっすぐ捉えて、ある意味バカみたいに飛んできましたよね。バカみたいに気持ちよく飛んできました。そうですよね、じゃあその数値、驚異的な数値ですよね。そうですね、僕がその数字を聞いたときはプロ並みのスイングだよっていうふうに言ってもらえたので、びっくりしました。そうですね、プロ並みのスイングして、プロ並みの結果ですよね。この数値ちょっとみんなで検証したいなと思うんですけれども、皆さんに見せてあげたいね。なんと270ヤード、もう満面の笑みだよ、ね、満面の笑みが浮かんできて、って自分で自分にびっくりしてる。でこれスイングのスローですけれども、下半身の足の位置は別にして、これ見てもらうと分かるけど、どうですかそのスイングのバランス。いやー、しっかり力が入ってボールに力が伝わってるというか。そうですよね、ヘッドスピードが48.5って、48.5、もうプロ以上かもしれない。本当ですよ、実際に素晴らしい球が出たっていうことですよね。はい、よろしくお願いします。これがトラックマン、こちらがトラックマンです。今はもうこれどうやって使うんですか？実はこれも充電できていて、ワイヤレスでもタブレットに飛ばせば、いつでもどこでも使えます。これはもう置くだけでいいんですか？置くだけですね。ボールを打つ前、手前3メートルぐらい置けば、今はプロの選手はですね、試合の前のウォーミングアップとかに使うと、普通にプロの選手ではこれは簡単にバグ入っちゃいますので、選手一人に一台は持っています。じゃあ実際に僕がナイスショットを打てた時に、ボールがどういう位置に当たってたのかっていうのをちょっと教えてもらいたいです。スマッシュファクター。はい、それいくつですか？ 1.47 です。1.47 ね。もうほぼもう中心に当たってるってことです。完璧な位置に当たってます。スピンレート、はい、これが、かなり下がって2127、スピンレートプロはだいたい理想としているのが2700とか、2600から2750ぐらいが一番飛ぶぐらいなんですけれども、それに近かった。そして
ちょっとその距離のロスになっちゃったのがそのボールの高さですね、うん、ボールの高さが弾道の高さがそうですね、出だし角度が低すぎた、ね、低すぎて、はい、うん、そうどうして低くなっちゃったかっていうと、はい、アタックアングルがマイナス5ですね、5、これがもしプラスで3から5で当たるようになると打球はもっと高く上がりますから、ボールが上がらないと飛ばないんですよ。うん、そうですね、はい、だから三浦君の場合は今後これだけのポテンシャルがあるんだから、はい、入射角が一体どこうなってるのをプラスにするにはどうしたらいいかと、はい、そういうことを上達の課題として理解してくれればいい、うんうん、はい、わかりました。そうした場合じゃあ最後に300ヤードっていう曖昧な答えではなくて、はい、データ的に言うとボールの高さっていうのはどのぐらいが理想なのかな。そうですね、三浦さんの中では理想がごめんなさいこの青の中でしたら、うん、まあ、30ヤードですね、 30ヤードぐらいの高さ、うんうんうん、300はいくっていう検査です。もう、単純に言えばホースからお水を出してどの角度で出せば一番お水が遠くまで行くかっていうと、うんうん、今の三浦さんこれごめんなさいボールの高さが 12.2、うん、ほぼホースを水平に水を打ち出したんです。それもう少し角度を上げていただければ、うん、ね、同じスピードであれば簡単と300はいくと思います。はい、わかりました。どこの方向で水を出したら一番水が飛ぶかってことですね。方向ですね。そうだね、はいはいはい、わかりました。はい、はい、じゃ ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい